ばんは。ちょっと遅れました、すいません。以上、やってきたぜ私が。ちょっと音楽を聴かせてください。最後の練習。明日は何時起きなの？3時。やばいやろみんな。充電できない。早いよね、バクバクだよ。だが10時には寝たいんです。ちゅうことは、この配信は最低8時半まで、最高9時までということで、多分8時45分ぐらいに終わる。あなたと出会えて本当に嬉しい。明日成人式？人の中巡り会えた奇跡、感謝してる。小さなドミノが倒れてゆくように、それ決めないで、愛の連鎖の先にあった。胸で最高の最高の幸せをありがとう。 You are my bestYou are my baby。 見て、お年玉もらいました、親から。一人で歩き始めながら、いろんな分岐点で仲間を見つけるんだ。目指す場所は違っても、見上げた空はどこも似ていて、迷いながら悩みながら私たちは生きてく。心が楽になる、話を聞いてくれるだけで大丈夫。でも海で癒されるの、Nice to meet you、 ハートにようこそ。一人じゃなくなった、日本へと連れて行ってくれる。ジグソーパズルがハマったみたいに、物語にぴたりとあなたが登場して、悲しみにもぶれない強さとかもらったよ。 You are my best friendありがとう。 You are my best friend。 青い空に浮かんだ雲、形を見つけたみたいに、かけがえのない時間をあなたと過ごしたい。振り返る日と今日が私の大事な日々になりそうで、腕を取って歩き出そう、これからの長い道。愛の伝われたら、全てが輝いて見える。
て本当に嬉しいよ。巡り会えた奇跡感謝してる。本当に奪われた目線の先にあった、今までで最高の最高の幸せをありがとう。500円玉あアイスナイスミッドにようこそ、一人じゃなくなった。ちょっと A メロもう一回練習しよう。今までで最高の最高の、ただ一人で歩き始めながら、いろんな分岐点で仲間を見つけるんだ。目指す場所は違っても、見上げた空はどこも似ていて、迷いながら悩みながら私たちは生きてく。心が楽になるの、話を聞いてくれるだけで、答えなんか出てないのに、微笑みで癒される。とは誰も長い道を、たった一人で歩き始めながら、いろんな分岐点で仲間を見つけるんだ。目指す場所は違っても、見上げた空はどこも似ていて、迷いながら悩みながら私たちは生きてく。心が楽になるの、話を聞いてくれるだけで、答えなんか出てないのに、微笑みで癒される、癒される。あと2番。ちょっと待って。ちょっと待ってね。青い空に浮かんだ雲、好きな形を見つけたみたいに、かけがえのない時間をあなたと過ごしたい。振り向けばきっと今日が私の大事な記念日になりそうで、腕を取って歩き出そう、これからの長い道。ああ今伝わるかな、すべてが輝いて見えるの、へこみそうな辛い時も優しさに触れ合えるよ。 Nice to meet you。 いけそうかも。こんばんは。違うゲームやられてないですか？違うゲームって何ですか？こんばんは。今日メイクしてたんですけど、エステに行ったんですよ。それで撮ってもらって、だからその後に眉毛だけ描いてしかない。メイクしたかったけど、こんばんは。みちママは元気になった。昨日から元気になりました。だから今日は家族で初詣に行きました。ちょっと遅くなった初詣だったんですけど、
ほっぺたのエステ、そう、あのほっぺたっていうか顔の、実はすぐに治った。うーん、まあまあ、でもあの日雨が降っとったよね、それもあったんだと思います。危ね、鼻臭がい食べてない。あ、卵違いの大きさ、あー、これやってない、おみくじ引いたのかな。そうなんですよ、おみくじ引いたんですよ。そうそう、ロールキャベツ作りに来て、あ、ロールキャベツ昨日結局作ってないよかったです。質問、未知の足のサイズ 23.5 です。私の運勢気になるねえ。まだ初詣行ってない。お、本当、私も今日行く。あのね、広島にいらっしゃる方、え、まだ公演やりよる？ね、それかもしかしたら大丈夫。あっ、あの今広島にいらっしゃる皆さん、私があのインスタのストーリーにあの上げてた御朱印、あれ紙でいただけるんですけど、御朱印帳持ってなくても後から貼れるようなやつなんだけど、あれ明日までなんですよ。そうそう、あれ御朱印なの、護国神社で。明日までその辰年の限定デザインみたいな御朱印があるから、ぜひあのおすすめでございます。で、今日とか明日とかのために広島をおられる方とか、広島に住んでらっしゃる方などなど、護国神社明日までだった、678だった気がするから、ぜひ御朱印もらってみてください。うん、可愛かったよ。私辰年だからさ、あれが年女だからさ、これまた見てありがとう。私も昨日言った知らんかった。あー、ほんとだからすごく今年のその辰年モチーフにテンションが上がってるんですよね。お金、あー、そうそうそう、500円でした。なんかね、書いてもらうのは300円で、あの紙は500円。1日だったら金色の文字だったねえ、すごい。私年女です、一緒だ。うん、年女いいね、いいことありますよね。ねえ、年女っていいってことよね。そうそうそう、いい日を過ごい、いいと月、年を過ごしましょう。800円やりなきゃ。うん、あの御朱印帳に書いてもらうのが300円で、紙をもらうのは500円で、だからそう、紙でいただく方が200円お高いんだけどっていうこと。まあでもあれだから、そのタツーの絵が書いてあったりするから、お値段が違うのかな。今年年男、あっ、神台っすね、神台か、神台です、神台が200円。ほんとだねえ、結構皆さん今日で出してる。よし、歌いましょうか。これどうやって始まるんじゃろ。チッ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 って感じなんかな。いきます。え、ちょっと歌えるかしら。
七並べの1位の方、茶本茶子さんのリクエストソング、 SKE48 さんのラムネの飲み方公演の楽曲 Nice to meet you です。連鎖の先にある
ちょっと待って、もう一回歌いたい、もう一回、もう一回。BB。あ、ん？この歌いいですよね。うん。すごい。てくれるだけで、うん、感じないのに、生きてるく心が楽になるの、話を聞いてくれるだけで答えなんか出てないのに、微笑みで癒されるNice to meet you。 迷いながら悩みながら私たちは生きてく、心が楽になるの、話を聞いてくれるだけで答えなんか出てないのに、微笑みで癒される。抜き出そうこれからの長い道、ああ今伝わるかな、すべてが輝いて見えるの、へこみそうな辛い時も優しさに触れ合えよ。結構昔の楽曲ですよね。2014年とかじゃなかったっけ。違う、2012年だって。しっかりと知ってますよ、もちろん。2012年3月14日無料歌代わりに聴いてます。優しく歌います。はい、セカンドテイク。10年以上前、辰年だ。本当だ、私が小6の時の曲。もう一回、もう一回。たくさんの出会いの中、Nice to meet you、 あなたと出会えて本当に嬉しいよ。たくさんの人の中巡り合えた奇跡、感謝してる。小さなドミノが倒れて
を聞いてくれるだけで答えなんか出てないのに、微笑みで癒されるナイスとミーチュー。ハートにようこそ、一人じゃなくなった。運命はいつだっていい方へと連れて行ってくれる。ジグソーパズルがハマったみたい、見つけたみたいに、かけがえのない時間をあなたと過ごしたい。振り向けばきっと今日が私の大事な記念日になりそうで、腕を通って歩き出そう、これからの長い道。ああ今伝わるかな、全てが輝いて見えるの。凹みそうな辛い時も優しさに触れ合えるよ。 Nice to meet you。 あなたと出会えて本当に嬉しいよ。たくさんの人の中巡り合えた奇跡感謝してる。小さなドミノが倒れて曲やりたいのよ、本当に本当にやりたいんですよ、この曲。この曲をリクエストしてよかったです。ありがとうございます。歌わせていただける機会をありがとうございました。声に合ってる、嬉しいね。
けで何回か歌い直す負けず嫌いさんはもう一人しか知りません。誰？1回目の歌声が優しくてよかったです。ありがとうございます。子守歌代わりにって書いてたから優しく歌いました。聞き入ってしまって子守歌にはならなかったけど、 ありがとうございますね。やるとしたら1曲目ですか？そう、1曲目でやりたかった。ソロ公演とかもしあったらやりたかったなあ。沢田様、今日する心素敵だったねえ。素敵な曲多い。ありがとう。 STA にとってのニューシップ並みによその曲とは思えない間違いねえ。ナイスイーチってすごいよね。うん、SK の歌広めてくれてありがとう。こちらこそ歌わせてもらって嬉しいです。最高の最高の幸せをありがとう。なんか卒業発表してから見るこの歌詞めっちゃいい。この曲の存在はいつ頃知った？いつ頃だろう。でもちょっとごめんなさい、鼻を。みゆみゆとかさ、千穂ちゃんがさソロ公演してる時に自分だったらどんなセットリストにするかなって思ってた時にはもうこれを1曲目にしてって考えとったけん、そんぐらいには知ってました。まだ会ったことないから水曜までに会いに行ってねえ。ぜひ歌えるうちに歌ってきましょう。いつでも歌えるんじゃないの？ナイスと言い出したのって ST 入ってから。そうです。ナイスと言い出したのは ST 入ってからです。うん、通用してもショールームのカラオケ配信を続けてほしい。どうじゃろう。どうでしょう。でもいろんな曲歌えるようになるもんね。歌うことに価値が、確かに。ナイストゥってスティン入ってからじゃないっけ。今初めて聞いた時に未知の主題歌思いすぎてね。スティン入る前のプライベートのニックネームも未知でした。そう、これ親からのお年玉なんですけど、みちゅえって書いてあるんですけど、そうなのよ。スプル時代はねコール&レスポンスとかなかった。 AKB さんのイベントでストリーカードにあった気がする。書いたっけ。ハートが書いた記憶はあるけど、まあ、ひとみちゅも入れてたっけな。後付けで自分に合う曲とか他のメンバーにもありそう。そう、このメンバーにこれやってほしいとかね結構あるんですよね。衣覚えやすさも絶妙なキャッチフレーズ。ナイストゥーって言ったらミチしかないもんね。なんか全国共通、全国
全世界共通な感じするしさね。そう、コードライブの流れでねえ、嬉しい。そうなんです、嬉しい。でも知ってくださってありがとう。キャッチフレーズめっちゃ好きです。私も好き。ナイス2ナイス2って言ったらもうね、どの世界の方も密集で来るから、多分きっと通用するキャッチフレーズなんですよ。逆にさ、使っとる人おらんのかな、他のみちゅさんとかで。みちゅっていうアイドルさんおりそうやけど、アイドルじゃなくてもなんかキャッチフレーズある方、自分で決めたキャッチフレーズです。卒業してキャッチしてるか、キャッチって見たことない。私もしないと思うよ多分。一人の写真撮ってたけど、まず公演名がナイストゥミーチュー公演で M1 がそれだった。大好きやん。そうじゃ、じゃけん絶対一番目にしたがいいかったんやん、その時からなんじゃ。2018年とか、ミチとミーチをかけるギャトレーサーでって聞いてうまいなと。でしょね、モデルさんにミチュさんいらっしゃいますよね。うんうんうん。あー、みずきさん、みずきさん多いけど、最近みつきさんも結構多いらしい。ツー取れてきたらしい。中学卒業したら広島テレビなどの番組で準レギュラーになりますか。なれたらいいんですけどね。SD 入る前からみちって呼ばれてた。そう、もう3歳ぐらいの時からずっと。仕事で使うと一瞬みちがノリに出てくる。え、逆に仕事でナイストゥミーチューって言ってるんですか。ちょ、かっこいいやん、英語言ってるって。最初は道呼びに抵抗あった。うん、まあ感がつけた。いや、みちゅ、みつきが言えなくて、そのつがちっちゃい時にみちゅき、みちゅきってなって、みちゅになりました。昨日ゲットした乗せてたコート、乗せてたコート、え、オレンジの。チュルキすでに20年。そう、もっとかもしれない、もしかしたら。自分が自分の名前を呼び始めた時から。うわ、今日来たんだけど。オレンジのはね、違う上着なんだ。うん、オレンジのことは、まあ、去年かな、今年かな、あれ今年じゃない、去年持ってました。一昨年かな。あのオレンジも可愛いような全身のしたことあるっけ。ね、
めっちゃ昔のおはようツイートとか、ツイート？おはよう、その時代はツイートに載せてたと思う。なんか こんなポーズしてる。魚割ってみて。今日来たけん、昨日買ったやつ、駅伝のパネルとかの前時にみたいな。そう、ヒロテレの駅伝のなんかの看板と NHK かな、あれ。ひらでも NHK さんにあったパネルで写真撮りました。そうや、全身のストルは見ちゃ、なんだかんだ結構服持ち。ほんと？あれめちゃ似合ってて好き、嬉しい。なんだかんだ服持ち着てないね、チキさん。たくさんのね、広島のテレビ局さんにお世話になってるので。ほんま、みちのお洋服好き。マジ？ほんと、おしゃれになりたいけど難しい。おしゃれってね、今日の服は可愛い。ゴジラバーガー食べた？食べてないです。スカートとズボンどっちが似合うんじゃろ。自分的にはズボンが多いんだよな。ね、かわいい。いろんなジャンルを着るんですけど、お洋服でもね、多分ね、私はね、なんて言ったらダボット系が好きなんだよ。スカートのイメージ、ほんと？ガチャポにやられた鳥がついてるからだよ。あれはね、あれだよ、それ昨日着てたの私。治った。あれ、あれはね、サヤゴロ王国についてった時に、あのバンブーパームっていう動物園っていうか珍しい生き物が集まってる場所で、何だったかな、なんかにやられた。私は首詰まってる服が好きです。着るのも見るのも。ああ、私さ、私も首詰まっとる服好きなんじゃけどさ、自分に似合わんことをさ最近分かったんですよね。旧ツイッターみたいなお服。そうっていうこと、ありがとう。そう、直してくれました親が。青のトレーナー着てるみたいね。え、なんかね、首がねなくなるのがね似合わん。なんか V ネックが一番似合うかもって最近分かりました。ねえ、とっくり出た、とっくり。モックネック、おしゃれそうねえ。よかった、ハイネック好きなんやけどね。骨格とかパーソナルカラーとかちゃんと診断してみたいね。え、でもパーソナルカラーってさ変わりそうじゃない？見ていただく方とか、なんかその日の体調っていうかによって。ハイネックも似合うかな。さっき今日出てましたね、歌ってる最中。マフラー女子は似合った。マフラーいいよな。
自分のパソから。パソから。一応明るい黄色っぽい。何が？パーソナルカラー？じゃあ春かな。ここ中吉が出やすいんですよ。みちゅルームだから。3月あ！おめでとう！大吉。今日さこれさどこで話そうって、うわ一発、今日の一発、おめでとう大吉。あ、大吉出たのにまた引いたの。なんでみちゅなら中吉、みちゅう吉で、はっ今日み中吉で中吉なんかな。私は今日お参り初詣に行って一回引いたんですよ、おみくじを。そしたら小吉で、しかも書いてあることがもうね全部やばかったっていうか、なんかよくあってほしいところが全部悪かったんです。写真撮ったもん。焦れば焦るほど苦しみ多く、焦れば焦るほど苦しみ多く、騒げば騒ぐほど損をする、災い沿う運です。けれども何事も控えめにして心静かに身を守り、信心怠らなければかえって後は大の幸福あり。やめいいんだけど、願い事焦るな、人に任せれば吉とか、旅立ち急ぐな、利益なし。やばいって思ってもう撤回した方がいい。いいんじゃないかっていうぐらい急ぐなら利益なしですよ。もうやばいと思ってもう一回引きました。もうこれはくくりつけてもう一回引きました。ごめんなさい。そしたらなんと2回目で大吉が出ました。はい。そして商いは急ぐな利益なしから遅いが利ありになりました。よかった。卒業今度めっちゃいいネタあるよ。ここで言っちゃったやん。引き直しはアウト。え？そうなん？今年のおみくじの結果、旅立ち急ぐな利益なしだったので撤回します。旅立ちは計画を十分に立てようじゃん。この大吉の方は、引き直してもいいんじゃないですか。だって結んだもん。怖いよね、急ぐな利益なしは。浮気 OK じゃないの？知らん。私はいい、私の世界ではいいかも。大吉はそのまま持ってきたの？うん、だっていつもお財布に入れてる。
全部やばかった本当に。争いごと、これ小吉の方ですよ、争いごと勝てど後に恨まれる、辛くない？待ち人道に妨げありこず、でも引き直したのは待ち人来る早いでしょう。よかった、いや小吉は、小吉はね受け入れられるんやけど、その書いてある一言一言が受け入れられんかった、私には。運命が変わった、うん、大吉おめでとう。小吉の矢移り控えておくがよし、でも大吉は急ぐがよし。こんな変わることありますかって感じやけど、この手元にある方を信じて今年は生きていきます。こんばんは、せやんでしょ。30秒ぐらいで運命が変わったの。結局はね、そう、どちらを信じるか。なんですよ。早起きですか。え、明日まで休み？椎茸占いもぜひどうぞ。読みましたよ、めっちゃボリューミーだったね。私は大吉の方を信じて行く。明日は成人の日。あ、ねえ、さっきおったもんね、明日成人式の子。え、しいたけ占いもさ結構すごかったんですよね。やばい、喋り止まらん。しいたけ占いの半期占い、上半期下半期とで占ってくださってて、これみんな見れるんですよ、調べたら。魚座なんですけど、私なんどこだったっけ、この何年間頑張ってきたから、それが今年でみたいな。まあ、2023年の方か。なんかあなたはここ何年
走り抜けてきましたが、それに区切りをつけて新しいスタートを踏み出す時ですみたいなことが書いてあって、それがなんかの何年間走り続けてきましたみたいな、その何年間がキャプテンになったぐらいだったんですよ。でなんか合ってんの、穴が開いて穴埋めると書いてあって、マジでそうだった。えね、なんか当たっとる気がして、そんな椎茸を受ける椎茸、そのなんかリンクしとる気がして、全てはつながっているのですよ。3月の爆誕めっちゃ合ってるね、爆誕そうなのよ、合ってんのかな、アプリかなんか、いやネット、椎茸占いって調べたら出てくるよ。占いを結構見るんですけど、最近ゲッターズ飯田さんのやつとか、私金のカメレオンなんですよ。聞いても分からんよね、でもめっちゃねすごいの、椎茸占いのボリュームが。まあでも良さそうだから大丈夫、大吉持ってるし、皆さんも見てみてください、自分の椎茸を。それでは私は明日朝が早いのでもうそろそろ終わらせていただきます。金のカメレオンもね結構当たってる気がするんだよな。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位カズ66さん、12位セイジさん、11位ジャストミトさん、10位シロワニ使いさん、9位カニスチックさん、8位ツーモさん、7位ユキさん、6位ユウさん、5位シゲさん、4位セディアさん、3位ブルーさん、2位ナッカンダイクさん、そして1位はドゥルルルンジャジャン花丸さんでした。ありがとうございます。花丸、この後メール送ります。いいねこの時間の配信もね。それではまた明日、バイバーイ、ありがとうございました。だね、ちょっと早いけど、おやすみなさい、バイバーイ。